エルンスト・バルラハ、エルンスト・バルラハ、または、バルラッハ、エルンスト・バーロック、1870年1月2日から1938年10月24日は20世紀ドイツの表現主義の彫刻家、画家、劇作家である。第一次世界大戦に、初めのうちは賛同していたが、自身が戦争を体験することにより転換。反戦的、遠戦的な作品を多く残すようになった。 しかし、そのために、ナチスによって、大敗芸術の烙印を押され、多くの作品が没収、いくつかは破壊された。彼は彫刻家として最もよく知られているが、絵画、陶芸、版画、戯曲、小説といった幅広い分野で作品を残している。初期のアール・ヌーボー・スタイルの絵画は、日本の浮世絵の影響を受けているゆう。1870年1月2日、 エルンスト・バルラハは、ドイツのベーデル、ベーデル、シュレースビヒイコール・ホールシュタイン州のピンネ・ベルク地区、ハンブルクの西方にあたるで生まれた。父は、医師のゲオルク・バルラハ、ゲオルグ・バーロック、母は、ヨハンナ・ルイーズ・バルラハ、ヨハンナ・ルイーザ・バーロック。四人兄弟の長男であった。一家は1872年に、シェーンベルクに、1877年には、ラッチェブルクに引っ越す。 1884年、父死去。1888年から1891年まで、ハンブルクの職業学校に通う。才能を認められ、1891年から1895年まで、ドレスデン王立美術学校で彫刻の勉強をする。この頃、初期の代表作、ハーブを積む女、大クラウトフラッカーンを制作。1年間、 フランスに渡り、パリのジュリアン学院で学ぶが、ドイツの芸術家が、フランスのスタイルを模倣しがちなこと対する、批判精神は忘れなかった。1897年には再びパリで、2、3ヶ月ほど勉学を続けた。卒業後、バルラハは、生まれ故郷のベーデルに戻り、戯曲の執筆を試みるが、ハンブルクのリハルトムッツ政党工房で、主に、 アール・ヌーボー・スタイルの彫刻家として働く。アール・ヌーボーの雑誌、ユーゲント、ユーゲント、若者にイラストを提供もした。また、ヘール・グレンツ・ハゼン政党専門学校で素描教師としても働いた。1904年には、最初の古典をベルリンで開く。1906年、商業的になかなか成功しないことに悩んだバルラ派は、弟ニコラスと共に、 ロシアで義士として働いている弟のハンスを訪ねる2ヶ月の旅行に出る。これが彼の作風に大きな影響を与えた。さらに、この旅行中に息子ニコラスが生まれていた。男女関係にあった母親のローザ・シュワプ、ロサ・シュワブとの2年にわたる裁判の結果、息子の看護権を勝ち取る。ロシア旅行後、歌唱のパウル・カッシーラーなどがパトロンになり、 経済的に余裕が生まれたことから、顔と手に注目しその他の部分は抑えるという表現主義のスタイルを発展させた。また、初期ゴシック、アート形式の深い騨のついた木造や銅像も制作し始めた。古紙雑誌、ジンプリッチシムス、ジンプリッチシムースにイラストを提供。さらに、文学作品も執筆している。作品は、様々な展覧会に出展された。 1909年、イタリアのフィレンツェで10ヶ月ほど研修した後、1910年にギュストローに移住、生涯をここで過ごした。第一次世界大戦の始まる以前、バルラ派は熱烈な戦争支持者であり、戦争による新しい芸術の時代を待ち焦がれていた。これは例えば、1914年の銅像、復讐者、デアレシャーに見ることができ、彼の待っていた、 新しい芸術の時代は1915年から1916年に不評として平役志願することによってやってきた。しかしバルラ派は反戦主義者として帰還した。戦場での恐怖が以降の作品に大きな影響をもたらした。戦争終結後、彼の名声は高まり多くの賞を受賞。1919年にはプロイセン芸術アカデミー。 1925には、ミュンヘン芸術アカデミーの一員に選ばれるが、学位や、教授の職は辞退した。儀曲、死の日、でアトテタグ、哀れないとこ、でアーマーバターなどが初演される。この頃、彫刻家のベルンハルト・ベイマーとその妻で、同じく彫刻家のルガ・ベイマー、マーゴ・ボマーと知り合う。ベルンハルトは後にバルラ派の秘書や画賞となった。迫害の時代には、 ナチ党員という身分を利用してバルラ派作品の保護を行った。マルガ夫人は後のバルラ派の生涯の伴侶となる。1928年以降もバルラ派は自身の戦争体験に基づいた反戦的な作品を作り続けていたが、ナチズムの台頭により作品は様々な批判の対象となった。例えば、マクデブルク戦没者記念碑。 マグデバーガー・エレンベルは英雄的なドイツ兵が国家の栄光のために戦った場面を期待されてマクデブルク氏から制作を依頼されたがバルラ派はフランス兵、ドイツ兵、ロシア兵が戦争による恐怖と痛みに絶望の表情を見せる作品を作った。当然のことながらこの作品は戦争支持者による激しい議論を巻き起こし結局1934年に撤去された。 他国に売却されるところを、ベーマーが買い取って保護していたため、戦後マクデブルク大聖堂に設置された。しかし、このような攻撃は、バルラハが死去するまで続いた。1931年、友人のベーマー夫妻が別居。バルラハは、マルガ夫人と同居生活に入る。1936年、ケーテ・コルビッツ、ビルヘルム・レームブルックとの展覧会を開くが、 多くの作品が没収される。バルラ派は作品の制作を禁じられ、芸術アカデミーの会員資格も取り消される。1937年にはすべての美術館から作品の撤去。さらにはミュンヘンの大廃芸術展で銅像再開が晒し者にされた展示時のタイトルはキリストとヨハネ。実際はキリストとトマスの再開がモチーフである。 8月、ギュストロー戦没者記念碑の撤去。銅像は軍事目的のために溶解された。現在ケルンとギュストローにある像は復元されたものである。1938年3月、ハンブルク戦没者記念碑除去。10月24日、ロストックで脳一血のため死去。ラッチェブルクの墓地に葬られた。68歳。死後。 ニューヨークで記念展覧会が開かれた。ロンドンでの20世紀ドイツ芸術展ではバルラハの旧作品が展示された。戦後、名誉回復の行われたバルラハ作品は、1950年にはハンブルク戦没者記念碑が、1953年にはギュストロー戦没者記念が復元され、元の場所に設置された。しかし、 この時も一部の市民から反対の声が上がったという。ハンブルクの家西公園内にはエルンツとバルラハハウスがあり、多くの作品を収蔵、展示している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。